みょん。ちら。こんばん、こんばん、こんばん、こんばんは。きょうちゃん、投げキス。サイファーさんには、投げキス。ありがとうございます。ただいま、私が夜の19時、7時、8時、7時、7時かな、7時をお知らせします。みなこさんに、投げキス。やさんに、投げキス。信じて、ビザを信じて、そうです。今日は今日朝配信をしたんですけど、朝ね、急遽ね、夜の配信はピザを作ることになりました。まあ、なぜかっていうとね、うちにこれがあったからって、ただそれだけ。池沼さん、ハートありがとうございます。チョリス、チョリス、こんばんは。信じて、こんばんは、こんばんは。レスください。カズさんに投げキス。今日はやっぱね、今ちょうど夜ご飯の時間帯でもあるのに、ちょっとね、それに合わせてピザパーティーをしていきまーす。服もね、ちゃんとすごいよ、ピザにしてきました。意識が高いです、ピザ意識。ピザパーティー、いくやんにゅ、投げキス。今日のクーヤンちょっと残ってます。カイさんには投げキス。チラ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 、クラシエ、お水だっけ、クラシエ。お疲れかいな、こんばんは、こんばんは。皆既月食、さっきエブリィで言ってた、今日は皆既月食です。見えるのかな。ピザ、ピザエリア、ピザリア、こんばんは。ピザ服です。ひろがはさん、投げキス。晩ご飯食べよう。もうこんな、お前こうなんか一口で食べ終わっちゃう、もわーっつって。スーパー中継見えますか。今日のね、今日のくんや。曇ってるんだ。確かにそんな気がしなくもない。いいな、北海道見られる模様。一番こっちにあるからかな。くんやハットありがとう。こんばんは。関東、関東は見れないか。ということで早速開封します。こちらはチーク菓子ですね。カイさん、こんばんは、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。生豆です。あれれ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 。こちらチーク菓子なんですけど、なんと、なんだっけ、本物そっくりの味がするピザです。次のチャンスは2033年。なんか私ちっちゃい頃に一回皆既月食なったことある。10年に一度ぐらいなのかな。こんばんは、白ご飯さん、ハートありがとうございます。おたけび、母ちゃんの分、うん。まずこれを開けます。う、私が一口で食べてしまうので、ちょっと残念ながら母ちゃんの分はないです。ブルーズ皆さん、四つ葉ありがとうございます。いただきます。24年ぶり。あれ、そうなの、24年ぶり。開けると中からね、めっちゃ粉が出てきます。この大量の粉です。大量の粉が出てくるんですけど、とりあえず土台のこれを切り分けます。ウルスレさんに投げキス。ピザパーレーです。ピザパーレー。佐藤さんにも投げキス。そう、なんかね、違う、なんか皆既月食見たことある気がする。見たことあるのか、なんかあるから見ようみたいな、なんかすごいね、うちで話題になったんですよ、スーパームーン。いや、皆既月食、なんか私の記憶によると、望遠鏡、望遠鏡じゃない、双眼鏡とか買った気がする、それを見たくて。みんちゃんハートありがとう。佐藤さんもハートハート、ラブラブラブラ、ありがとうございます。あ、金環日食だ、そんな気がする、なんか聞いたことある。そう、なんかのね、日食を見たんですよ。あ、切り離していきます。チーク菓子の、チーク菓子において一番大事なのはこれなんですね。切れない。ここのね、ちょっと待ってね。
あ、切れない。やばい、やばい。もう悲しい。オッケー。チーク菓子。あ、ハラミありがとうございます。ハラミハラミ。ありがとうございます。ただいまレベル24歳。はい、チーク菓子で一番大事なのはこれです。これは水を入れるんですよ。ここに水を入れるんですけど、これがね、これが全てを、あの、何ですか、牛汁このね、水が大事なの、本当に。これが一番大事です。あゆみさん、四つ葉いっぱいありがとうございます。四つ葉いっぱいありがとうございます。いただきます。キュッともハートありがとう。信じて。で、何をするんだ。ポテトを作ろう。違う、まず切らなきゃいけない。これを切る。いいハサミ、いい切れるハサミ持ってきてもらう。私のさっき使ってたハサミはね、よく持ち歩いてるハサミなんですけど、すごい便利なんですよ。携帯用のハサミで、あの、こう入れしまいができる。ん？出したりしまったりがめっちゃ便利でね、もうよく使ってます。やばい、切るの下手すぎる。ガッタガタ。まあ、いっか。こんばんは。そう、牛汁ります。切ったらまずポテトを作ります。ポテトを作るためにはこちらですね。こちらのカップを使います。洗濯バサミ。あゆさん、ハートありがとうございます。今からポテトを作るよ。これじゃなかった。ポテトポテトの素。これを開けます。開けたら、いて、こちらにイン。こっからは流れ作業みたいな感じですね。もうチーク菓子の定番。したらここに、この、全てを牛耳るカップ2杯分の水を入れます。ちゃんとさ、何、コンビニのさ、ほんと物の水買ってきちゃったけど、配信前に喉が、うわっ、待って、危ない。え、危ない。え、どうしよう。このまま入れていいかな。危ないよ。いや、だってこれ画面で見てもさ、あの、水がさ、限界突破してるなんかわかるもん。危ない。いっぱい、もういっぱい、お、いい感じ。表面張力、限界突破じゃない、表面張力っていう。その水を入れたら、これをなんだっけ、混ぜます。ひたすらに混ぜると、なんとこれがポテトの元になるんです。不思議。混ぜます。表面張力ってそんなよく使う言葉なの。みんな、なんかめっちゃフォーって出てきたけど、私初めて聞いた。匂いはなんかじゃがいものでんぷんの匂いがします。わかんないあっという間に固まりました。あれみたい、あの、じゃが、なんだっけ、ポテじゃがなんだっけ、ポテトサラダみたいだね。ポテトサラダ。アイさん、ハートありがとうございます。ラブ。このポテトサラダができたら、ポテト型に入れるんだけど、ちょっとね、マッシュポテトか、マッシュポテトみたい。すみさん、ハートありがとうございます。いただきます。ラブ、いただきます。このマッシュポテトをポテトにします。水泡。
これをポテト型、これですね。可愛くない？顔がついてるんですよ。この型に入れることによって、あの、なんだろう、よくさ、お弁当の中にさ、アンパンマンの顔が彫ってあるポテトあるの分かりますか？あれみたいなポテトが出来上がるというわけです。入れます。にょん、ほ、入れて押す。手袋を買おうと思ったんだけどね、ちょっと買いに行けなくてね。袋を使います。ただ押していきます。これを、そう、これを押すことでね、型ができるんですよ。すごいですね、このポテトの ここにまでこだわる、このピザですよ。ピザなのにポテトなんだね。ピザポテト、何なんだっけ、ポテトチップスで一番、いや2番目に好きなのピザポテトです。ちょっと硬いポテトで、チーズみたいなのが乗ってるんですよ。あれも2番目ぐらいに好き。はい、押し込みましたら、これをなんとレンチンするんですね。エネさん、ハートありがとうございます。ラブ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 、娘さんもラブありがとう。そう、型になってすごいでしょ。これを、500ワットで30秒温めます。で、温めてる間に、はい、来ました、ピザ生地を作ります。ピザ生地、一番はね、何、シークワーサーみたいなやつ、なんだっけな、なんかシークワーサーみたいなのがあるんだよね。なんだっけ、あのスプリンクラーの、スプリンクラーみたいなさ、ポテトチップスあるじゃないですか、のシークワーサーみたいなやつ。なんか絶対ね、絶対ごめん、絶対違うんだけど、なんだっけな、正式名称が思い出せない。スプリンクラーのシ、なんだっけ、シーフード、シーフード、あ、プリングルスだ。プリングルスのなんかシーフードシークワーサーみたいなやつ。あ、この壁みたいな、わかんない、任せる気になったら切っていい。ピザ生地を作ります。テキハンありがとう。ラブ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 、なんだっけな、シーフード、なんかさっぱりした緑のやつ、パッケージがシーフードサワークリーム、それ、あれ美味しい、あれめっちゃ美味しい。ちょ、ごめん、近くに持ってこよう。よいしょ。サワークリームがめっちゃ美味しいから、みんな食べてみてほしい。まだサワークリームを知らない方々、あれが好き、私一番。あ、サワークリームオニオンか。私玉ねぎ苦手だけど、サワークリームオニオン好きなんですよ。かーくん、ハートラブラブラブ、いっぱいありがとうございます。いただきます。ピザ生地は、カップ4杯ですね。あれを4回もやらなきゃいけない。いきます。まず1杯目、あ、やばい、これが表面張力。はい、1、はい、1、あー、気のせい、みんなが今見てるのは気のせいね。ポテトでしか食べたこと、そう、プリングルスだって美味しいよね。いきますさん、こんばんは。プリングルス、ちょっと、吹けば大丈夫だね。水なんで、ウォーターだから。水って本当にすごいよね。お茶とかってこぼしたらさ困るけどさ、水ってこぼしても吹けるん、すごくない？みんちゃん、ハートありがとう。表面張力、なんか入れすぎても意外と大丈夫かなって思っちゃう。ピザ生地を作ります。これがもう今日のメインディッシュですね。ちょっとすごい、
まだちょっとこれだけじゃあんまピザ感ないけど、うぅ、粉からピザ生地が作れる時代。あ、でもピザだから粉から作るのか、小麦粉とかから作るんだよねきっとピザって。なんかうまくまとまらないのでお水を入れようと思います。ダメだろ、ダメかな、うん、でも結構まとまりが悪いんですよ。ちょっとやっぱね、何でもまとまりが悪いというのはきっとね、あのまとまりがいい方がいいからね、きっと。ちょっと追い水です。多分これでね、水6杯分ぐらいになったと思う。なんかね、この、ね、端っこに粉がね残っちゃうんだよね。お水足りないのかな。そう、このあと手でこねます。ブルースリーさん、ラブ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 、ありがとうございます。ラブラブ。結構白かったのが、結構さっきまで白かったんですけど、ちょっとね、ちょっとなんだろう、生地っぽくなってきました。じゃあきつどいたよ、ありがとう、愛してるよみたいな、ありがとう、よかったです。今回は無事に届くことができて、ありがとうございます。大事にしてね、大事に。もうめちゃめちゃすごい、あっという間に固まりました。したらこちらを、あ、ラップという手があったのか。こちらをさらに、こねていきますね。これをこちらに移して、手で何回だっけ、20回こねます。いや、なんかちゃんとね、スプーンの裏でちょっと混ぜてから20回こねようって書いてあった。そう、珍しくちゃんと説明書読んでます。で、めっちゃ生地っぽいよ、急に生地っぽい、やばいよ。大気中の水分量でも水の量が変わる。乾燥してるとなんか大気に吸われるとかあんのかな。ピザだからね、ちゃんと叩いてね、いくことが大事だと思います。あのナンみたいな感じ。回数決まってる。もう今何回か分かんなくなっちゃった。でもどう？めっちゃピザ。やばい。だってもうこれでさ、こうしたらもうピザじゃん。やばいよ、ピザができました。ピザ生地ができたら、これを2等分。わあ、花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。この調子でピザを作っていきたいと思います。これをしたら、ピザ生地の大きさガイド、これに従って2枚作ります。ピザを そう、ピザだから、その大成功のかでしょ。やっぱチーク菓子ってすごいんだよね、結局のとこ。あの、大丈夫かな、ピザ生地めっちゃなんか水っぽいけど、気のせいか。みんちゃん、ハートありがとうございます。ラブラブラブ。愛情分、やっぱね、愛情があるとね、美味しくなるよね、食べ物は。お寿司さんに送る投げキス。ちょっと今お手手を使っているので、口から飛び出る投げキスを。投げキス、こんばんは。つかちゃんさん、こんばんは。今ピザ作ってます。あ、やばい、めっちゃベトベト。でも粉っぽかったんだもん、あの時はもうね、水を欲してたと思う、ピザが。ちょっと待ってね、広げたらみんなに見せます。机を持ってきたんですけど、机の高さが低すぎて全く画面に映らないっていう事件。
なんかね、ペトペト。大丈夫か。このこちらです。あ、でもなんかピザっぽい。これあれじゃない、指の上で回したりとかできるんじゃない。ダメか、さすがにやめた方がいいか。やめとこ。わかる、こうゴン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 。こちらがピザです。やばい、めっちゃピザじゃん、どうしよう。お皿、シートは違う、お皿に乗せてレンジでチンか。やばい、これメラミン皿だから、レンジでチンしたら溶けるぞ。カチャ皿。めんどくせえな。だってメラミン皿って溶けるよね。ダメだ、私は失敗、もう失敗が分かっててやる、なんかそんなことダメだからね。大切なピザだから。2枚しかないうちのピザの1枚だからね、これ。ありがとう。でもこれ2枚乗るかな。あ、そういうこと。あ、頑張る、大丈夫。もう1枚作ります。くんやん、ラブラブ、いっぱいありがとう。あ、違うわ、左手が使えるんだった。ありがとう。細ちんさんもラブありがとうございます。あ、さよさんも受け取って、受け取っちゃう。ラブラブ、いっぱいありがとうございます。佐々木さん、ファイトありがとうございます。頑張るんばー。大丈夫だよ、きっとうまくいく。危な、きっと全部がうまくいく。溝口哲夫さんに送る。投げキス、あゆさんにも投げキス。いや、ワンチャンどころじゃないよ、これ絶対うまくいく。なんかもうピザ生地作った時点で、あの成功するビジョンが見えました。いいっすね、やっぱチーク菓子好き。チーク菓子のし、あー、信用度半端じゃないよ。あ、でもこんな、こっちのピザ生地なんかやばい。どうした、しっかりしっかりせ、しっかりせ。なんかこっちのピザ生地めっちゃいびつなんだけど、気のせいか、気のせいだ、きっと全部を気のせい。明日からね、好きなゲームのね、第五人格のねコラボが始まるんですよ。第五人格とデスノートっていう漫画があるんですけど、とね、コラボが始まるんですよ。めっちゃ楽しみ、楽しみ。こっちのピザ生地ちょっと汚いけどいいやだね。うん、いい感じ、いい感じ。やっぱ、ね、いい感じって言ってると本当にいい感じに見えてくる。じゃーん、あ、いい感じじゃない、確かに。なんかクッキーみたいだね。このまま食べれそう、このまま食べれそう。食べないけどね、大丈夫。そしたらこちらのピザの生地が2枚できました。ピザ生地は500ワットで60秒を温めます。うん、何、ソササワサワディカップさん、投げキッス、レスをあげちゃいます。投げキッスありがとうございます。ジェイさん、いいね、ありがとう。いいね、いいね、いいね、いいね。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。やばい、手がカリカリになっちゃった。このウェットティッシュ多分最後だよ。タコせんべいに似てる。まるちゃん、ハートありがとうございます。約束された勝利。500ワットで60秒だよ。違う気がする。なんで、どういうこと、どういうこと。こっちが先じゃない、確かに。でしょ、うん、ね、危ない危ない。なんと読んで。危ない危ない。あのレンジでチンするっていうのは嘘です。なんかね、ちゃんと、なんだっけ、あ、ちゃんと全部トッピングしてからあのチンしないといけないらしくて、ピザと一緒ですね、だからピザ作ってる。そう、まあ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 ね、まあまあまあ大丈夫です、全然、もう全然問題ないです。次、コラボ楽しみ。え、次何作んの。ピザの具を作ろう。チーズ作ります。危ない危ない、一人でやってたら失敗してたわ。でくだ、こんばんは。まあ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 、
まあまあまあ、ね、今のはね振りですよ、振り振り。そしたら次こちらにチーズを作ります。あ、ちなみにさっきのポテトなんだけどね、チンが終わりました。こんな感じ、なんかポテトって感じ。これはね4つに切ってね、後でトッピングするんです。これポテトの味するのかな。こんな感じ、あんまり顔わかんないね。一応これ顔の模様なんだけどね。いや危ない危ない。まあまあ今のはねなかったことにして。シーさんハートありがとうございます。ラブ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 料理ちゃんということで、ちょっと味見で1個食べていきたいと思います。もう食べんの。あー、これあれだわ、じゃがりこを湯でふかした味する。すごい、結構じゃがりこを湯でふかした味がする。いいね、幸先いいよ。じゃあチーズ作ろう。ベーコンの素だって。ベーコン作れんの。とりあえずチーズ作るか。 NE さんハートありがとうございます。ラララララ、かわいいでしょ。チーズじゃないポテト。新さんもラブいっぱいありがとうございます。いただきます。そう、つまみ食いはね料理してる時の特権だからね。チーズ、ピザにね、ピザに一番大事なのってチーズなんですよ。これはカップ1杯じゃがりこ。懐かしい、懐かしいっていうか懐かしくはないか、別に美味しいよね。すごくない、私表面張力の達人かもしれない。入れます。じゃがりこ食べたくなってきちゃった。星さん中止といた。かえさんありがとうございます。そうなんです、ただいまイベント参加中でございまして、皆さんよかったら、見ていてくれると嬉しいです。ただいまピザを作っております。あ、ちゃんと何粉チーズみたいな匂いが、いいチーズの匂いする。ちょっと待ってね、混ぜ終わったらみんなに見せる。あ、え、待って、すごい、え、みんいくよ。すごい、なぜかもうこれでチーズじゃん。え、すごい、なんかあれみたい、チーズホットドッグみたいな、今すごい入ってるじゃないですか。ほら、あれあんま伸びなかった。なんかそう、なんかちょっとわかる、このチーズっぽい伸び感。いいよいいよ、これでチーズ完成ですね。ね、チーズだよね、これはチーズ、チーズすごいぞ、これはすごいものができるぞ。これチーズはどっかに置いておきます。チーズは作り終わったら放置。よし、いいぞいいぞ。お皿でいっか。はい、セッキーレインボースターありがとうございます。いただきます。匂いはチーズです。なんか粉入れた瞬間でチーズの香りが広がりました。びっくり。きょちゃんラブありがとう。チーズの次はベーコン。ベーコン来た。この気になってたベーコンの素ですね。ベーコン作れるってやば。ブルースリーさんだるまっちゃんありがとうございます。まっちまっちまっちゃん、みんちゃんハートありがとう。ベーコンの匂いする。すごい。私結構鼻が良くないんですけど、わかる。それでもベーコンだ、これはやばいよ。水を入れて、よし。ベーコン、いやベーコン作るんだよ。ベーコン
ベーコンベーコン。ベーコンって何？ピザに乗せるのかな。私のイメージするピザってさ、あれなんだよね、チーズなんだよ。私あんまりその野菜が苦手なんで、基本野菜乗ってないの頼みたいから、なんだっけ、あのマルゲリータピザみたいな、ベーコンが乗ってるピザはあんまり見たことがない。よいしょ。あ、でもベーコンはなんか結構鮮やかなベーコンですね。これはピンク、めっちゃピンクです。でも匂いは、匂いは完全にベーコン。これレンジでチンすんのかな、しないか。じゃあ全部乗せて、全部ピザに乗せてからレンジでチンするんだ。ベーコンもちゃんと練ります。なんせ全部粉なんでね、粉と水を合わせて。すごくない？ほらできた。きょっちゃんラブラブラブ、ありがとうございます。ブルースリーさん、ダルマッチョいっぱいありがとう。マッチョー。ベーコンは、ベーコンは、こちらに伸ばして切ります。じゃあちょっと待ってね、私が綺麗に伸ばして、じゃあ綺麗に切ってみんなに見せる。そう、ベーコンは手動です。手動で作るベーコン。いい色でしょ。ちょっとなんか、ちょっとなんかファンシーな、ファンシーすぎる気もするけど、まあまあまあ。ベーコンベーコン、私この伸ばす作業が一番苦手。ベーコンをこんな感じで型にひっつけたら、切ります。これね、でもね、なんと包丁を使わなくても切れるんですよ。そう、このね、マジカルカッターフォークですね。スプーンだわ、スプーンで切ります。チョキ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 、スプーンで切れるからもうお子様も安心。これがチーク菓子の力です。ザクザクザク、シュン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 、こんな感じできた。こちらがベーコンです。なんか明太子みたい。私明太子すごい好きなんだよね。新倉先生の包丁さび完璧ですよ。見て、この均等に分かれた。そうでもないかな、ちょっとやばいわ。この分かる、この端だけさ、端だけめっちゃちっちゃい。もうこれよ、これ大体均等ですね。ベーコンができました。ベーコンができたらもう早くね、トマトソースを作ります。トマトソース作ったらもう、ね、仕上げだから。トマトソース、明太子ピザって食べたことない多分。あ、うわ、トマトの匂い。トマトトマト。そして超面兵力の達人が訪れます。はい、こちらを入れまして、混ぜます。よいしょよいしょ、混ぜる混ぜる。え、これめっちゃ衝撃なんだけどさ。あ、ちょっと混ぜるわ、とりあえずとりあえず混ぜます。ん、あ、なんでもなかった、なんでもないなんかさ、これベーコンをさっきまで作ってた型なんだけど、粉入れた瞬間、その多分ベーコンのちぎれた残りが残ってたんですよ。私それがさ、トマトの種に見えてさ、あ、すごい、これ種まで、あの、わかる、ちょっとさ、トマトが潰れた時とかにさ、ちょっとあの種があるじゃないですか、あれに見えて、あ、すごい、こんなとこまで完全再現してるんだと思ったら、ケチャップだから種あるはずなかった。見て、ケチャップ、めっちゃケチャップ、もう見て、もうケチャップの達人、ケチャップできたよ。そう、ただそれだけ。ケチャップできたらもうフィナーレです。
なんと先ほど作ったこちらの生地にまずケチャップを塗ります。はい、いいいいいい、へいへいへい、見てピザピザピザやばいよ、超ピザの達人の感じする。ケチャップをねしっかり塗ってきます。おいしょ、取りにくい、ちょっと一回ここ出してからみんなの前で塗ればいいか。ミョン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 、やばい、あっという間にフィナーレ、もうこれは大成功間違いなしですね。こちらのケチャップたちを塗ります。ミョン、あーやばい、ピザに刺しちゃった、大丈夫か大丈夫か、均等に塗らなきゃいけないと思うんだけどちょっとうまくできないので、なんとなくピザ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 、どう、こんな感じどうですか、切った下手だな私、綺麗に綺麗に、やっぱ食事最近は、ね、インスタとかもあるからね、見た目が大事、この映えが、映えをねしっかり、はい、いい感じじゃない、ちょっとなんかピザの形とか気になり始めたけど、盛り付けのセンス任して、ちょっとこのピザの形めっちゃ気になるけど任して、でケチャップ塗ったらね、ケチャップ風だよめっちゃ、あ、チーズを切らなきゃいけない、さっき作ったチーズをちょっとじゃあ乗せちゃいます。どうしよう、でもなチーズなんか変な乗せ方したいな、ちょっとおしゃれな、大成功だよ、チーズを乗せます、なんか違うかな、あ、なんか違うかな、違う気がする、どうしよう分かった、これ違う気がする、違う気がする、チーズをこっちに乗せて、こっち普通にちぎって乗せよう、危ない危ない、いや分かってる分かってる、これはね普通に乗せよう、ちょっと、うん、本当のチーズはこう、このなんか5つになってる、大丈夫大丈夫大丈夫、今のはねやっぱねデザイン、いろんなデザインがね、普通に乗せよ、普通に乗せよ、私ここで失敗したくない、本当に、なんかもうね失敗するのはねつまらないんですよ、今日だってこのピザ作るの楽しみにさ、授業さあれめっちゃねちゃんと頑張った、はい、こんな感じ、いいじゃん、そしたらベーコンも乗せます、ベーコン、あ、やばい、ベーコン全部つながってるんだけど、これじゃもうこっちでいいや、あ、やばいやばいやばい、全然切れてない、どうしよう、見て、あ、何も切れてなくてびっくり、びっくりしたけど大丈夫、手でちぎればいいのも、もうね、ベーコン余っちゃった、これほいほい、オッケー、やばい、めっちゃうまい、やばくない、やばいよ、そう、失敗を知らないんですよ私は。最後にトッピングするのがこちら、なんだと思う、これがね、あ、わかるかな、あ、やばい、落ちる、コーンとグリーンピース、すごーい、これ味は何味なのかな、え、待って私グリーンピース苦手なんだよね、え、私グリーンピース、コーンにしよう、コーン、コーンです、あ、味はしません、よかった、
したらこれをまあ適当に散りばめますね。ちょ散りばめはこちらで。こちらでチープめさせていただきまして、あれかな、じゃあ最後のトッピング見せないでいくね。完成したらみんなに見せよう。味ね、ちょっとなんかしょっぱいけど野菜の味じゃない。よかった、野菜苦手だからな。コーン、私あれなんだよね、コーンも苦手なの。あのパイナップル好きだけど、パイナップルじゃない、なんだっけ、トウモロコシ好きだけどコーン苦手なんだよね。いや、ちょっと最後の盛り付け秘密ね。みんなこれを、そう、ここでやっとレンジでチンします。500ワットで60秒ですね。ちょっと待って、もうちょっと盛り付けしたい。じらしますよ。失敗値成功。いや、みんなあれが失敗だと思わないでほしい。これ、ね、多分ね、結構いい感じになるよ。なんか綺麗だもん。そう、私失敗しないんでそう、よしよしよし、いいぞいいぞ、やばい。ちょっともう一回盛り付けで見ていい？オッケー。じゃあ完成形は秘密でレンジでチンをさせていきます。母ちゃんに頼もう。60秒。あ、でもいいや、ちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってね。3秒。1分。ウェッティを切らしたのでウェッティを持ってきました。おいしょ。ロンリーメロンソーダ、メロンソーダはチンしてる間に作ります。ワクワクドキドキ。野菜まであるのすごいよね。ちょっとお手手をきれいにしてから、お待ちかねのメロンソーダを作りたいと思います。そうです、あの名台詞です。よし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 、メロンソーダ作るよ。うわ、危ない。なめっちゃん出遅れた。今一番いいとこだよ。これからピザが完成するの。セッキコマありがとうございます。ありがとう。そして完成したのに、ちゃうわ。よし、メロンソーダを作る。メロンソーダはね、1センチぐらい、こちらにコップがあるんですけど、ここの1センチですね。1センチって何センチよ、こんぐらいかな。1センチぐらいお水を入れます。お水を入れたらこちらのメロンソーダの素を入れて混ぜます。スプーンきれいにしよう。ブルースイスターコバありがとう、ありがとうございます。こちらの、でもこれどうやってみんなに見せよう。ちょっとカメラ切り替えよう。私このね、みんなにどうしてもメロンソーダを見てほしかったの。ちゃんとゴミを全部捨てまして、あ、スプーンは捨てちゃダメ。ちょっと待ってね、みんなにね、メロンソーダ見せる。メロンソーダ見せるよ。ラメちゃん、ラブ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 、ハートいっぱいありがとうございます。ちょっ、よし。で、カメラを切り替えて、で、こちらですね。こちらにコップがあります。このコップに、メロンソーダの素、こちらを入れます。行くよ。ちょっとごめんね、あちらへん、ちょっとね、使ったものたちが映っちゃって。います。あー、やばい。見て、炭酸になって、見て、わかる、シュワシュワしてるでしょ。シュワシュワすんのよ。で、これをちょっ
ちゃんと混ぜて、混ざってんのかな、見て炭酸になってるの、すごくない？シュワシュワ、いい感じ混ざったかな。そうシュワシュワなの。ちょっと水足りないかな、水足すか、もうちょっといける。なんかあの、あ、やばい、めっちゃいい感じ、わかる、このちょっと浮いてる感じ、もうちょっといけるかな。いや、やめてこ、すごーい、メロンソーダです。で、ここでちょうどピザがね完成したんで、でこの袋とお皿いらないから開けちゃって、ここでなんとですねピザが完成いたしましたので、じゃあ私がここにポテトを盛り付けて、ちょっと皆さんにねピザの発表したいと思います。ピザピザピザ、ポテトポテトポテト、ちょっとポテトがなんか汚い、こっちにすればいい、よし、え、聞こえん？よし、オッケー。これで大丈夫だ。じゃあ皆さん、完成したものが、こちらでございます。でー、え、すごくない？見て。見て。ちょっと、なんかちょっともうちょっと綺麗にできた気もしたけど、結構すごくない？どうよ。え、こっちちょっとね、なんか、ダメだったけど、まあ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 。すごくない？ちょっとピザ並べてみようよ。ほら、ピザ顔負けのピザだよ。見て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 、すごいでしょ？すごい。どうしよう、写真撮りたい、写真撮ろう。携帯どこやったっけ？あった。でー、みんなもよかったら、ちょっとハサミとか映ってんの。皆さんもよかったらスクショタイムです。今私もします。一文弟子さん、レインボースターありがとうございます。いただきます。うえちこちゃんです。どうよどうよどうよ、私も写真撮ろう。こうか、チキン、映えてるかな、ちゃんと。わあ、佐々木さん、ミラーボールありがとうございます。すごい、ピザとミラーボール映えますね。なんかめっちゃピザがかっこよくなったよ。ミラーボールいただきました、ありがとうございます。イエーイ。写真もいい感じに撮れたかな。よしよしよし。黒猫武者さん、いいね、ありがとうございます。グッチャブグッチャブ。ということで、ちょっとカメラをね再び切り替えたいと思います。ちょい待ち、これだ。30万ポイント超えた。あー、すごい。30万だから、あと10万、50万だから、あと20万だ。はい、こっちゃす。よしよしよし。ん？やばかった？はい。ということで、30万ポイント超え、ありがとうございます。そしてピザが完成しました。ちょっともう一回写真撮っとこう。ちょっとね、持ちながら写真撮るのが難しい。ありがとうございます。ということで、こちらのピザを試食していきたいと思います。イエーイ。まずあれだね、乾杯だね。こちらのメロンソーダ、あ、やばい、入れすぎたせいでなんかの間違いが起きたらこぼれるぞこれ。じゃあこちらのメロンソーダで乾杯。水入れすぎた感じはするけど、
ちゃんとメロンの味がします。あ、見たとピザのツーショット、でんピザだ、ね、このピザやだね、なんかこっち前にすればいいか、ピザだよ、ピザだよ、よし、いただきたいと思います。まずこれ手でいいのかな、ピザ1個。じゃあちょっとこの綺麗なピザはね、取っておきたい気もするので、こちらの、ダイナミックピザ、あ、熱いを食べていきたいと思います。こちらいただきます。なんか生焼けなのかな、わかんないけど結構ピザです。特にチーズとベーコンがピザで、汚くなっちゃう、ダイナミックピザだから。くや、うま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 、ありがとうございます。うま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 、美味しいです。うん、わかんない、ちょっと生焼けなのかな。生地はプレーン味の小さいスポンジって感じです。おいしい、グリーンピース克服、ほんとだ、おいしいです。ポテト、ポテトはスプーンの方がいいか、スプーンがね、いや、ポテトさっき食べて、改めてポテトもいただきたいと思います。うん、冷めた芋、ポテト好き、冷めた、じゃがりこをお湯でふやかしたポテト、うん、うん、んということで、さっきまで使ってた水をもう飲料水として飲む。以上、アミタのピザ作りでした。ちょうど1時間ということでね、今日は本当にありがとうございました。皆さんの夜ご飯のお供にどうだったでしょうか。静岡のサムギョプサル、めっちゃさ、めっちゃ行きたい。噂はもうめちゃめちゃ聞いております。サムギョプサルってだって私見たことないもん、多分。嬉しいさん、お疲れ、ありがとうございます。お疲れ、佐々木さんもお疲れ、お疲れ、お疲れ、ありがとうございます。お疲れ、お疲れ。ということで今日の配信はここまでとなります。皆さん本当にありがとうございました。楽しかったピザ、またなんか新しいの出たらやりたいな、チーク菓子。ということでそろそろジョイの本読んでいきたいと思います。13位佐々木さん、12位みかんさん、11位けんさん、10位でそとさん、9位かいさん、8位佐藤さん、7位えぬいさん、6位あいみさん、5位ブルスリーさん、4位クーヤン、そして3位がトルル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 
いや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 、ありがとう。そして2位がトゥルルルン、キュウちゃん、ありがとうございます。いや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 、ハチ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 、ありがとう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 。そして1位がトゥルルルルン、みーちゃん、ありがとうございます。いや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 、ありがとうありがとう。 N さん、ラブラブラブ、ありがとうございます。ラブディスコって何ですか？ありがとうございます。ということで、明日はね、夜配信難しそうなんですけども、とりあえず朝は配信します。7時かな、明日は朝7時から配信するので、皆さんぜひ一緒に早起きしましょう。私も早寝して早起きをします。早寝が大事。ということで、この配信の最後に私が自分をと言ったら、皆さん信じてとね、いう合言葉を言ってほしいので、皆さん信じてのコメントの準備よろしくお願いします。今日もありがとうございました。ピザというものは非常に、時間をかけて作られ、そして非常に美味しいものだということを改めて心に感じることができました。皆さん、自分も信じないダメ、前置きタイム、信じて、ピザ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 、ここは膝。ありがとうございました。以上、アップアップガールズ、かっこにきな、会いたことは2回目でした。バイバーイ。